皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。今日はスノークラッシャーの改良した最終型の作り方をご紹介します。今見てもらってるのは、鉛ビ管にですね、実際にもう寸法を書き込んで、これを一度作ってしまえば、それがガイドになりますんで、このようにですね、上に重ねて、同じところの線を引けば、次からもう寸法いちいち測らなくていいという、そんなガイドをご紹介します。 この三角形の突起なんですけれども2センチ2センチありますんでこの三角形部分のですね底の部分は合計 4cm となりますそれですんでここに 2cm そして右側に 2cm ということでですね線を書いてありますで三角形のね突起の頂点から頂点までが6 3センチありますそれですんで この塩ビ管の外周が1 9ンチありますんで、6 3ンチを3つ作ればちょうど一周して1 9ンチというふうになります。それでこの幅はですね、これ5ンチで作ってあります。ホンダの場合ですと5ンチと3ンチと2種類あるとちょうどジャストフィットすると思います。それでこの線を描く際にですね、ちょっと気をつけてほしいのが、3つ突起をね、つけるんですけれども、 一つの突起だけね、反対方向から、こんな風にですね、切り込みを入れるように線を引いてもらえたらと思います。そうするとですね、左右のバランスが良くなって、回転がスムーズになるんですよね。そんなことで一つの切り込みの分だけ、反対側から切り込み入れるようにラインを引いてください。次にですね、この突起部分の作り方なんですけれども、 これちょうどですね、塩ビ管を半分に切ったのが、えー、一つのこのとんがりになるようになっています。えー、それですんで、9.5センチですね。9.5センチのところで印をつけておくと、えー、ガイドになりますんで、えー、作るときが楽になるかなというふうに思います、えー。ちょうど先ほどのガイドのですね、下部分を使って えー、このように三角形でですね、上から見るとこんな感じですけれども、ちょうど半分にですね、えー、線を引いておくと、えー、重ねたときに分かりやすいかなというふうに思います、えー。これで部品が揃ったところです。過去の動画でも、えー、作り方は撮影していますんで、今回は割愛させていただきます。まあ、こんなようにですね、えー、グラインダーで切り込みを入れて、 えー、部品の方は作っていますノコギリだとねちょっと幅が狭いので、えー、噛み合いが悪くなってしまいますんで、えーま、気をつけながらですねグラインダーでこんな風に切り込みを入れています、えー、ま先ほども言ったんですけれども、えー、この切り込みを入れる時にですね、えー、ちょうどこの1方向だけは反対側から切り込みを入れてやると回転した時ですとか作った時にバランスが良くなりますんで、えー、注意をしていただければなというふうに思います で、これが重りになるやつですね。これ16ミリの塩ビ管が余ってましたんで、これがちょうどですね、この寸法にジャストフィットします。そんなことでですね、完成した時にも非常にバランスが良くてですね、スマートになるかなというふうに思っています。まあもうこれ見ていただいた通りですけれども、それぞれのパーツの両方にですね、半分ずつ切り込み入れて、噛み合わせてあげるように、組み立てていきます。 で実際にはですね、えー、接着剤、鉛尾管用の接着剤を、えー、たっぷりと塗ってあげて、えー、接着の方を行っていきます。えー、そして最後にですね、今回のこの改良型のですね、一番のポイントとなる、えー、重りですね。これは16ミリの塩ビ管を5センチに切ったものをですね、えー、こういうのように差し込んで接着して留めていきます。 えー、続いて今度は幅3センチタイプのもんですね。えー、これも同様にですね、えー、こう互い違いに切り込みが入ってますんで、えー、ただ差し込んでいきます。先ほども言いましたように実際にはですね、塩ビ管用の接着剤をたっぷり塗って、えー、接着剤でしっかりと結合していきます。まあ、パーツさえねできてしまえばあとはもう組むだけなんで、えー、非常に簡単なんですけれども、まあ、このようにですね、重りを入れたときに、 えどうしても緩くなったりきつくなってしまう部分もあるんですけれども、まあ、どこかね、えー、入るようなところを探しておも、えー、りの方を入れていきますただちょっとね無理しているとやっぱりちょっと形が歪んでしまうんで、えー、その辺はですね、えー、注意が必要となる部分ですでもしですね3箇所うまく入らないなっていうところがありましたら、えー、それぞれパーツを組み替えて、ね、位置を変えてあげると、えー、どこかまたね え、入るところが出てくるので、えー、ちょっとこのようにですね、位置を変えてどこか探して入れるとですね、まあこれちょっと逆に緩いですけど、まあ緩いのはね、接着剤で止めればいいだけですんで、えー、このように入る場所ができてね、えー、いいかなというふうに思います。えー、最終型となりますけれども、ぜひまたね、えー、参考にしていただいて、えー、除雪機につけていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、 よろしくお願いします。